いやちょっとね、これ、動画の、動画じゃねえ、配信した時のね、続きから撮るために、ゴーレム待ちしてたんですけど、なんか遠くにやばそうなモンスター、いるなこれ。これネオクグリズリー危ねえな。なにこれ、キメラ？なにこれ。ノアガーディアン、怖っ。こんなん瞬殺されるやろ。こんなモンスター追加されたんだね。知らねえ。うわー、やばそうこれ。近寄らんとこ。まあ、じゃあとりあえずね、ゴーレム出るまで待機ですね。いや、これ時間かかりそうだなぁ。あ、湧きましたね。じゃあ、いや、長かったなぁ。よし、倒すぜ。こいつは採掘で起こす。ね。痛え。これ痛えな。勝てるか？厳しいのでは。あ、いや、無理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 です、これ。死ぬ死ぬ死ぬ。あー、無理だった。こんな長い時間待って、こんな無理だったのかよ。あー、まあしょうがない。うん、じゃあ気を取り直してね。どうしようか。本当にどうしよう。本当にいろいろブレブレで申し訳ないね。ちょっと、動画の方では、最後バナナ、狩りに行こうかな、行くぜ、みたいな感じで終わってたんだけども、バナナね、結果的にね、ちょっと硬すぎて狩れなかったんですよね。だから、別のこと、採掘とりあえずあげちゃおっかなみたいな話だったのかな。うん、で、やべ、ノッカー来た、ノッカー来た、危ない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 、結構いるな、ノッカー。ここどこ、ちょちょちょ、なんであいつめっちゃ襲ってきてんの。あいつアクティブだったっけ。何、てかここ何、畑、あ、ゲン、ああ、こういうのもあんだね。知らねえ。この辺ノッカーいるんだ。怖い。そんで、なんだっけ、何の話だ。無理だったんで、ちょっと、バナナジュース諦めようかなと思って。うん。で、採掘ね、30まで上げて、ゴーレム倒してね、壊れないツルハシをね、ゲットしようと思ったら、今ボコられたっていうとこです、あらすじは。はい。というわけでね、どうしよう。なんか昔やってた時60まで採掘上げて倒しに行った記憶あるな。60まで上げちゃうか。60まで採掘やります。採掘ずっとしながらさ、なんかずっと喋ってんの無理じゃねえ。無理だろう。まあとりあえずじゃあムトゥーム戻りますかね。はい、とよいしょ、戻ってきましたね。じゃあ2位な。あ、そうか、まだ全部使い切って全部使い切ってしまわないともらえない。あざまーす。
と、ほんとどうしようかな。完全に絵面が面白くないもんな、これじゃな。違うとこ掘り行ってみる？まあそれも面白いかもしんねえな。違うとこに掘りに行くか、もしくは別のキャラを作ってちょっと金策をするかな。通常戦闘できるようにしといた方が、うん、ちょっとお金稼げるかもしんないな。どうしようか、やってみるか。別キャラ、へい、作ってきたよ、新キャラをね。もう完全にあのまっさらの新キャラなんでね、何にも上がってないですね。まあちょっと絵面的にね、ずっと採掘してるのも面白くないと思うんでね、ちょっと狩りに行こうね何も持たずに、まあちょっとね、戦闘みたいなのもさ見せておきたいかなと思ってさ、うん、ビスクでいいかな。で、ね、まあそのアイテム何も持ってないんでね、とりあえずもう素手でぶん殴っていきましょうね。よし、確かこっから出ればヘビがなんかいっぱいいるマップに出るはずだ。ちょっとダメージ受けてるのは落下したからですね、段差から。もうぜいぜい言ってんじゃん、もう戦う前から。ちょっと高いところが落ちるとね、これダメージ受けるんですよね。うん、スペランカーよりはちょっと強いぐらいです、今のところはね。あ、画面裏です。ちょっとアタックこれ入れとこう。アタックチャンス、おらおら、死ねクソヘビ。全然攻撃当たらへん。今のクリティカルですね。シュイーンってなったやつね。おら、死ねや。ちょっと回復してんじゃねえか、向こう。よっしゃ、ガンガン叩いていくぜ。よし、倒すのにどんだけかかんねん。で、前もう何回も動画で話してると思うけど、まず僕このゲーム始めて最初にやるの採掘なんすよみたいな話してるじゃないですか。あー、やべえ、アラームなっちゃった、失礼。採掘をそういつもやるところからそのゲームをねスタートするっていう話はしたと思うんですけど、そう、先にねそっちをやっておけば、そう、戦闘スキル、素手、今素手上げてますけど、素手が上がってなくても意外とね倒せちゃ、サクサク倒せちゃったりするんですよ、筋力とかが上がってるんでね。今の状態はまっさらな状態で筋力も何もないんで、もうこんな蛇ごときも殺せない状況なんですよね。これ採掘やってんのと変わんねえな、絵面。
これそういえば、まあ、今キーボードペシ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 殴ってずっと攻撃してるけど、この自動戦闘っていうコマンドがあるんですよね。これやってりゃ放置してもスキルが上がるって寸法よ。あんじゃ、倒した頃にまたお会いしましょう。よし、倒した、やっと倒した。5分ぐらいかかったね、倒すのに。今ね、ルートしたんですけど、今みたいにね、肉こういうの集めて、まあ、売ればねお金になるんでね、こんな大したお金になんねえけど、こうやってスキルをねどんどん上げてって、どう、これちょっと上がったでしょ、これね、これです、ちょっとずつ強くなっていってね。で、素手ならほらね、武器買うお金節約できるから、しばらく素手でもう殴っていこうかな。もうずっとこうやってね、右だけこう鍛えて。右ストレートだけ鍛えていこうかな。ストレートじゃねえけどな、これ。あー、まあしばらく、まあでももうだいぶね、攻撃も当たるようになってきたし、そのダメージもね、うん、入るようになってきたんでね、うん、徐々に成長していこうかな。うん、で、動画見てる方ね、もしいらない装備とかあったら、いただけるとありがたいですね。アリザ見かけたら、おい、これやるよって言ってもらってね、よかったら、なんか、お金とか装備とかいただけたら助かります。完全に小じきになってしまった。ねえ、だってこれ稼ぐ方法ないもんね、前みたいに。プレイヤーがいないんじゃねえ、話になんないから。とりあえずなんかね、もうマスタリーっていうのがあってですね、うん、要はジョブみたいなものなんだけど、あれ、その話したっけ、究極奥義の書みたいな話、どこで見んだろう、テクニックかな、足、あ、な、何持ってねえもんな。うん、まあ、例えばスキルの組み合わせで、何が一番わかりやすいかな、なんか料理と醸造とかね、こう組み合わせてあげていくと、その料理人とかになったりとか、そういうね、究極奥義の書とか、まあマスタリーみたいのがあるんですけど、それにね、できるだけとらわれないで、なんかやりたいことをやっていくみたいなスタイルでね、うん、上げていこうかなとは思ってるんだけども、どうしようかな。前なんか素手コンボみたいなやつだから、ちょっとそれやってみようかな。なんかコンボが結構強かったような気がする。と言ってる間にね、なんかベビースネークの HP がね、どんどん削れてきましたけども、ちょっとスキル上がりづらくなってきたね。まあこうなってきたらちょっと別の対象をね殴りに行かなきゃいけないんですけど、またそいつに攻撃が当たらない、ダメージが通らないみたいなね状況になるんでね、うん、全然上がらないわけじゃないけど、まあね、やっぱ10超えたあたりからもうザクザク上がるみたいなね現象がなくなってきちゃうんでね、うん、もうね100に近づけば近づくほど、お、終わった、上がらなくなってきちゃうんでね。なんだあれ、ペットかな、あ、人か、人だったわ。ミーリムラットとかどうだろう、
殴ってみよう。ほら。ほら。お、結構いくね。アリザ、昔使ってたハンドルネームですみたいな話は 何の動画で言ったんだっけな。うん、そういえばこのマスターオブエピックの動画では何も触れてなかったけど、うん、アリザ昔使ってたハンドルネームなんですよね。うん、あ、思い出した思い出した。多分グノーシアで行ったんだな。あれも主人公の名前アリザにしたから。うん。そんな感じです。それだけですけど。あ、ミリムラットならまずちょっと上がるかな。攻撃も痛くはないし、いいんじゃないかな。ちょうどいい相手じゃないかな。このゲームのシステム。としてまず攻撃が当たらないと、この攻撃を受けないと、まあ着こなしだったり生命力だったりそういうところは上がらないんでね。それもだから強くなってくると、まあうまいこと攻撃回避しちゃったりするんでね、上げづらくなってきたりもするんですけど、こういうのが楽しいよね、このゲームはね。あ、でそれでスキル値が30になると、いわゆるシップ装備、今ここ旅人になってるの分かります？うん、ここね、職業のところが。でスキルがね、まあ、いずれかが 30.0になると職業がつくんですよ。要はそれがシップって言われてるものなんですけど、うん、例えば素手で殴ってたら何なんだろう、覚えてないなまあまあ、あのシップっていうのがねつくんですよね。で30になると、まあ、クエストが受けられて、そのシップ装備っていう呼ばれる、うん、職業専用装備みたいなのがもらえるんですよ。ね、だから素手をね、30まで上げて、その武器をもらう。で、その武器は、60になった時と90になった時で、進化するんで、ちゃんとね。うん。まあ、当然スキルを下げてしまうと、まあ、その装備も弱くなっちゃうんだけども、まあ、基本的にはね、作った装備とかの方がやっぱり強いんだけど、メリットとしては壊れないっていうポイントがあるんで、お金がかかんなくていいかなと思って、うん、シップ装備欲しいんで、まあ、とりあえず目標は、素手のスキルを30まで上げる。こんなこと言いたくはないんだけど、あれさ、ボットじゃね？いやー、なんか、自動で攻撃、放置して自動で攻撃してる感がすげーボットっぽいんだけど、どうだろうな。ちょっと怪しいけど、近寄らんとこ。